お茶どころ名古屋、庶民にまで浸透した茶の湯文化がここにあるんです。名古屋に茶の湯文化が根付いたのは第12代尾張藩主徳川斉隆の影響。藩主が大の茶の湯好き、それが下級武士、そして庶民まで広がったと言われています。意外かもしれませんが、名古屋では抹茶を楽しむ習慣が広く浸透した土地柄から茶どころ名古屋と言われています。習い事でもお茶を学ぶ人も多く、町には和菓子屋さんもたくさんあります。農作業の合間にあぜ道で抹茶を楽しむ野良茶。一昔前までは一家にワンセットの野立道具が当たり前でした。名古屋には気軽に茶の湯に触れられる場所がたくさんあります。ぜひ名古屋で一服してみては。大好きお茶どころ名古屋。